はい。ダイワピュアラブです。マリエさんと同じ事務所だった女優の清水文香さんやノ年レナさんもマリエさんと同じようなことがあり、事務所が嫌になり退社したのではないでしょうか。 清水文香さんも女優業が順調で、これからブレイクするという時に、突然事務所を退社されました。幸福の科学に入ったのも、そこから逃れるためだったのかもしれません。 農年レナさんも NHK の朝ドラに出演されて、これからブレイクするという時に、突然事務所を退社されました。普通に考えてね、もう女優業も順調で、これからブレイクするぞという時にね、 事務所を辞めるっていうのは考えられないと思うんですよ。もうそれだけね、事務所には我慢できないことがあったということは、まあ容易に想像できますよね。やはりね、このレプロは非常に闇が深いということを 言わざるを得ませんね。ご視聴いただき、ありがとうございました。